橋本直也は、地方競馬、浦和競馬場所属の騎手である。得意戦法は追い込み。地方競馬教用センター長期騎手家庭第69期生。1999年4月19日、浦和競馬第5競争にてデビュー。1999年4月20日、浦和競馬第1競争にて初勝利を挙げる。2000年3月16日、南関東競馬新人王を受賞。 2003年8月1日、浦和競馬第5競争にて千回起場を達成。2007年5月29日、浦和競馬第4競争にて地方競馬通算100勝達成。2010年7月1日、小林正春9社から国母里市9社に所属が変更された。国母9社への移籍後、市が管理するブルドックボスやノブワイルドらの調教を担当。 2019年7月25日、浦和競馬プラチナカップをノブワイルドで制し、重傷初制覇を果たす。2021年6月4日、浦和競馬第8競争で、非常法に適切おかき競馬の構成を害したとして12日間の非常停止を受けた。地方競馬共用センター長期機種家程第69期生であり、南関東競馬所属は他に、高橋哲也機種。 熊谷光騎手、篠田剛好高騎手がいる。地方通算成績は6405391勝2着437回3着475回、勝率6.1%、連帯率12.9%。ありがとうございます。